別審査員の方にお越しいただきました。ありがとうございます。さて、それでは早速最初の部門の発表に参りましょう。学生メイク部門でございます。メイク部門のファイナリストの方、どうぞ舞台にお上がりください。メイク部門の皆様揃われました。それではまず最初の賞の発表でございます。 JNA 賞です。学生メイク部門 JMA 賞は東京からお越しの東京モード学園長野あゆみさんです。おめでとうございます。どうぞステージ中央までお越しください。 JMA伊藤美代 JMA 本部認定講師より賞状をお渡しいたします。賞状メイク部門 JMA 賞東京モード学園長野あゆみ殿、あなたは第5回パリコレヘア&メイクアップアーティストオーディションにおいて素晴らしい成績を収められました。次世代を担う存在として、その素晴らしい作品に栄誉をたたえ、ここに称します。平成23年11月3日、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞお戻りください。はい、ありがとうございます。続きまして審査員特別賞の発表です。学生メイク部門審査員特別賞は、神奈川県からお越しの横浜 F カレッジ足立しおりさんです。おめでとうございます。どうぞ中央までお進みください。ジバンシーメイクアップ&アーキスティックディレクターニコラ・ド・ジェンヌ様から賞状を贈呈していただきます。おめでとうございます。どうぞお戻りください。続いての賞でございます。準グランプリです。学生メイク部門準グランプリは、大阪からお越しの地元ですね、 ECC アーティスト専門学校の上野ゆりさんです。おめでとうございます。どうぞ中央までお進みください。ソアさんより賞状およびトロフィーをお渡しいただきます。おめでとうございます。さあ、それでは学生メイク部門のパリへのチケットを手にした方を発表させていただきます。グランプリの発表です。学生メイク部門グランプリは、大阪のECC アーティスト専門学校の角果歩さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。
どうぞ中央までお進みください。感激ひとしおでございます。はい、どうぞゆっくりで結構ですよ。前までお進みください。ソアさんより表彰状とトロフィーおよび2012年パリオートクチュールコレクションへの参加権利が贈呈されます。メイク部門グランプリ ECC アーティスト専門学校スミカホ、おめでとうございます。はい、おめでとうございますね。グランプリ受賞されました。さあ、ね、今のお気持ちをぜひともね、はい、こちら、はい、どうぞマイクをお進みください。はい、どうぞゆっくりで結構ですよ。どうぞ皆様に感謝の気持ちをどうぞ。本当、私一人の力で、ここまでできなかったんで、みんなのおかげでここまでたどり着くことができました。本当にありがとうございました。おめでとうございます。はい、じゃあモデルの人のところ行って一緒に帰ってあげてください。はい、感動の一瞬でございました。学生メイク部門のファイナリストの方々でした。どうもありがとうございました。おめでとうございました。どうぞ一旦ご退場お願いします。